IWC が、日本が脱退したことで破綻寸前になってる。日本の捕鯨が違反だとか難癖をつけて、集中攻撃をした結果、いざ日本が抜けたら、帰ってくるべきとか、わけのわからないことを言っているようだ。なんですって、国際的な組織が日本が抜けたくらいで、破綻寸前ってどういうことなの？じゃあ今回は、破産寸前の IWC の実態について見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、捕鯨の歴史について見ていくぜ。日本は四方を海に囲まれた島国ということもあり、大昔からクジラと関わってきた。日本近海では親潮と黒潮が合流するから、多くの魚が集まり、それを追いかけてたくさんのクジラがやってきていたんだな。いつ頃からクジラと関わってきたのかしら？少なくとも縄文時代には、沿岸に流れ着いた寄りクジラを海からの恵みとして、利用していたと考えられている。縄文時代の遺跡からは、クジラの骨を加工して作った道具や装飾品などが、多数発見されているからな。また、すでにこの頃から海に出て、積極的にクジラを捕獲していた可能性も考えられている。本当に昔から、クジラと私たちは関わりがあったのね。感慨深いわ。また、江戸時代の初期になると、クジラ組による組織的な捕鯨が始まった。当時は、漁王料理や献上品として用いられることが多く、保存技術がなかったことから、赤肉や川類は塩蔵して全国の消費地へと出荷され、内臓類などは主に産地で消費されていたそうだ。どの部位も余すとこなく使われていたのね。その後、網取り式捕鯨と呼ばれる効率的な漁法が開発されると、クジラの供給量は大幅に増加した。こうしてクジラは、江戸時代中期頃には庶民の食べ物となり、各地に芸食文化が、根付いていったんだ。へえ、そんなに身近な食べ物だったんだ。敗戦後の食糧難の時代、日本人を栄養面から救ったのもクジラだったぜ。鯨肉は栄養価の高い安価な食材として庶民の食生活を支え、学校給食でも子供たちの、健康を育む重要なメニューとして提供されてきたわけだ。まさか、そんなにクジラに助けられていたなんて知らなかったわ。ちなみに、1962年までは国民一人当たりの食肉供給量において、クジラが牛、豚、鶏を上回っていたことからも、その恩恵が伺えるんだ。そんなに、クジラには頭が上がらないわ。そんな中お隣の国、韓国が捕鯨を始めたのはなんと1892年のこと。日本は明治時代だ。韓国で捕鯨が始まったのはロシアの影響で、ロシアでは凍った海で魚が取れないことから、捕鯨の方法をロシア人が韓国に持ち込み、取れたクジラをロシアに輸出しようというのが、韓国での捕鯨の始まりだったんだな。日本に比べて韓国は捕鯨の歴史が浅いわね。それでも、韓国のウルサンにはチャンセンポと呼ばれる捕鯨エリアがあって、クジラも描かれている古代壁画が残っている場所や、壁画博物館もあるんだとか。韓国もなんだかんだでクジラが好きなのね。こうして捕鯨が盛んになるにつれて、1970年前後から欧米を中心に、反捕鯨運動が巻き起こり、それとともにクジラの捕獲規制が強化され、クジラの供給量は年々減少。1987年に商業捕鯨が停止されるとクジラは高級食材として、日常の食卓から遠ざかってしまう。反捕鯨運動。その一つが1982年に IWC で決定された、商業捕鯨モラトリアムだ。IWC は、国際捕鯨委員会の略称で、世界の鯨類資源の保存管理や捕鯨産業の秩序ある、発展を目的とした国際機関のことを言う。ちなみに日本も IWC に1951年に加盟している。聞いたことがあるわ。この IWC で決定された商業捕鯨モラトリアムにより、商業捕鯨を禁止することが決定。日本も1988年に商業捕鯨から撤退した。商業捕鯨というのは、営利を目的にした捕鯨で、鯨肉、鯨油、ヒゲなどが商業利用されることだ。なるほど。そしてもう一つが、1994年の南極海クジラサンクチュアリだ。南極海全体及び南極海に接する南太平洋や、南インド洋などの海域に設定された。クジラの禁漁区で、1994年5月に国際捕鯨委員会により採択された。餌場の保護と商業捕鯨の管理を通じて、クジラを保護することを目的としているんだ。へえ、そんな決まりができたのね。だけど、日本は当該海域での捕鯨調査を行っていることもあり、同案に唯一反対し、捕鯨推進国であるノルウェーは、同案の科学性に疑問を呈し、投票を棄権したんだ。調査のためならいいじゃない。
こうして反捕鯨運動の風潮が強くなっていき、2019年に、ついに日本は IWC を脱退している。そして、そんな日本が脱退した後の IWC は、破産寸前の悲惨な末路を歩みつつあるんだぜ。破産寸前って一体どういうことなの？ IWC は2022年10月13日、2019年に日本が脱退して以降、初めての、対面形式での総会を実施した。この総会ではいつもの捕鯨の規制についての議論のほか、新たに財政状況が課題として浮上したそうだ。財政難の背景には日本の脱退による影響のほか、分担金の未納問題などが浮上している。未納問題って、実は、IWC 加盟国88カ国のうち27カ国が、分担金の支払いを滞納していて、約1億4800万円以上の未払い残高が残っている、という厳しい状況に直面している。また、会費の未納は世界的なパンデミックで悪化したそうだ。あらまあ、コロちゃんは仕方がないわね。実はこの問題は、日本の脱退以前から認識されていた問題であるが、何らかの有効な対策は講じられてこなかった。放置した結果ね。また、その最大の原因は、IWC が収入を増やすことをしないで、新しいプログラムを次々に立ち上げたことだ。そしてこれらが、クジラ保護のための、いわゆる保全プログラムなんだな。保全プログラムって何なの？例えば、近年の IWC の成果として扱われる、ホエールウォッチングのガイドラインや、網やロープに絡まったクジラのレスキューのプログラムなどがこれに当たる。反捕鯨国や NGO からの寄付も多額に上るが、人件費の増加など IWC の予算への負担が大きい。収入が増えないのに、次々に新しい買い物をすれば、家計が厳しくなるのと同じだわ。分担金を値上げる提案は何度も行われたが、加盟国からの反対にあって実現しなかった。その代わり、新たなプログラムを実施するために支出は常に収入を上回った。赤字予算だ。その不足分は、家庭の貯蓄にあたる一般基金から支出してきたが、それがついに、2025年には底をつくと予想されているというわけだな。いよいよ破綻が迫ってきているじゃない。また、日本は IWC に会議で、議決する権利はないが参加できるオブザーバーとして、出席している。ちなみに、他の国だけではクジラの数の調査さえできていないそうだ。日本は捕鯨の調査がうまいのね。そんな日本を IWC から追い出したのは世界だ。実は2010年5月31日に、日本による第2期南極海鯨類捕獲調査の国際法上の是非をめぐって、オーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争があった。え、国際紛争にまでなったの？1982年に商用捕鯨が一時停止されて以降、日本は1987年からは南極海で、1994年からは、北西太平洋で調査捕鯨を開始した。これは商用捕鯨再開を目指して、必要となる科学的情報を収集するためなんだ。その成果は IWC の科学委員会をはじめ、世界の多くの研究者から高く評価されている。すごいじゃない。それに、日本は IWC 分担金の最大の負担国として毎年、約2000万円を支払ってきた。それなのに、自然保護に逆行する捕鯨は時代遅れという、イデオロギーによって、日本の捕鯨調査は非難され続けている。これだけ日本は IWC に貢献しているというのに、オーストラリアは提訴したのね。オーストラリアは日本の第2期南極海鯨類捕獲調査が、実態は商用捕鯨であり、国際捕鯨取締条約に違反するとして、国際司法裁判所に提訴したわけだな。そして、その結果は科学調査であることが、証明できないため、商用捕鯨とみなされ、モラトリアムに違反するとし判断されて全面敗訴。こうして追い込まれた日本は、IWC を脱退せざるを得なくなったわけだ。そんな中、韓国は日本の脱退について、環境保護という国際的な流れに逆行する選択。好き勝手にクジラを捕まえる日本、国際社会の36年の努力に冷や水、と非難しているんだな。ひどい言われようじゃない。だけど、韓国の捕鯨事情はかなりひどいものなんだ。韓国で捕鯨が禁止になったのが1986年。だけど、漁網に偶然かかったクジラは流通させても、いいとされているため、混獲で取れた際には国に申告して、証明書を発行してもらい、売買を行っているそうだ。ふーん。それはいいのねー。それに、2019年の日本の捕鯨数が、最大でもおよそ500頭なのに対し、韓国の捕鯨数はおよそ2000頭。これは日本のおよそ4倍なんだぜ。なんですって、よく日本を非難できたわね。
しかも不法捕獲で摘発事例もあり、現実には取り締まりしきれていないとも言われ、おそらく捕鯨数は軽く、2000頭以上となっていると言える。さらに、捕鯨禁止国であるにもかかわらず、鯨肉を販売するお店が多数存在している。嘘つきじゃない。韓国が、国として捕鯨禁止国と世界に発信するならば当然、クジラの販売も禁止すべきだ。捕鯨を禁止しているにもかかわらず、鯨肉を国内で販売しているというのは、あまりにも矛盾した話だからな。それに、韓国はドヤ顔で調査捕鯨もしている。調査捕鯨まで？韓国は、クジラが増えていることから、漁業資源が激減していると漁業関係者が、訴えていることを理由とした。ただ、世界自然保護基金はこの主張には、科学的根拠がないとしていて、非難。環境保護団体グリーンピースの、ジェームズ・ロレンツ氏は、韓国の調査捕鯨は、形を変えた商業捕鯨と非難している。結局、韓国も非難されているじゃない。人のことを言っている場合じゃないわ。韓国だけではない。もはや世界中がクジラ狩りをしていると言っても過言ではない。反捕鯨国のアメリカやイギリスが、実はプラスチック廃棄や重油流出による環境汚染や、商業船の騒音によって、クジラやイルカを苦しめ、死に至らせている事実は、クローズアップされていない。捕鯨より立ちが悪いじゃない。とりわけ深刻なのが、アメリカ海軍の軍事演習などで発せられる、大音響のソナー音だ。低周波の音源から 480km 離れた地点でも 140dB。これは、ヘビーメタルのライブ並みで、大型のクジラの動作に影響を及ぼすとされる。水準の100倍以上とされる大音量で、中周波ソナーはさらに広く使われているんだな。クジラがかわいそうだわ。ニュースで時々話題になる、浜辺に打ち上げられたクジラのシーンも、このソナー音が原因ではないかと言われている。多数のクジラやイルカがソナーを浴びて、方向感覚を失い、脳内出血を起こして沿岸に座礁しているみたいだ。これは絶対に許されないことよ。当の米海軍も2013年9月、ソナー音によって300頭以上のクジラやイルカが死に、重傷を負うものが1万頭以上、異常行動を起こす個体に至っては、2000万頭に上ることを認めているんだぜ。認めているのにやめないの？米海軍は演習を中止することはなかった。ちなみに、2013年にカリフォルニア地裁は、ソナー音の危険性を訴えた環境活動家の、主張を受け入れる判決を下したものの、演習の許可基準を再検討するよう、求めるにとどめている。つまり、アメリカは捕鯨国を糾弾する一方、大量のクジラを今でも死なせていると言える。信じられないわ。さらに、2008年1月15日に米国の反捕鯨団体、シーシェパードの、活動家2人が、南極海で捕鯨調査に当たっていた、日本の第二有心丸に接近。劇物を投げ込んだほか、船内に活動家2人が侵入したことがあった。クジラ殺しに続いて、次は嫌がらせまでしているの？シーシェパードは、海洋生物の保護のための直接行動を掲げる、国際非営利組織の、海洋環境保護団体、環境テロ団体なんだけど、水産庁や日芸研からは、テロリスト集団とまで、言われている。それに、自国のアメリカからもテロリストと名指しされたことがある。ひどい言われようじゃない。過去には、アイスランドやノルウェーの捕鯨船を、体当たりで沈没させるなど過激な行動で知られ、2005年からは、南極海での日本の調査捕鯨を妨害するようになった。それに、日本と同じように捕鯨を否定された国がある。それが、捕鯨をする先住民がいるグリーンランドなんだな。グリーンランド？同国に住む先住民イヌイットにとって、クジラは貴重な栄養だ。だから、近海でミンククジラなど、年間200頭以上の捕鯨を認められていたが、2013年から6年間は実施できなくなった。それは死活問題じゃない。IWC は、先住民の暮らしに必要な商業性の薄い捕鯨を認めているが、他の欧州諸国や、オーストラリアなどは、グリーンランドでは、鯨肉がレストランでも販売されていると反発。デンマークは、グリーンランドの先住民人口が増えたことを理由に、従来分にザトウクジラ1頭、ナガスクジラ3頭を追加した、新たな年間捕獲枠を認めるよう求めていたが、それも退けられた。かわいそうに。ちなみに、こうした先住民捕鯨をめぐっては、2002年の総会で、米アラスカの先住民らによる、捕獲枠が日本の反対で否決されたこともある。ただこの時は、後に特別会合を開いて、捕獲枠が認められたそうだ。こうやって、捕鯨の論争は続いていくのね。鯨類の利用や鯨食といった、
文化や歴史を有する国や地域もこうしてある。だからこそ、一概に捕鯨禁止とは言えない。日本も捕鯨の歴史がある国の一つだものね。だけど、やはり世界的には捕鯨への批判は強い。IWC の投票では、日本を支持するアジア、アフリカ、カリブなどの国も多くいることは認めるが、クジラを魚食の一つのバリエーションとして、食用利用している意味では世界の中でも少数派だ。ふむふむ。それは今回でよくわかったわ。そして日本が IWC で問題としていたのは、こういった少数派の意見が、多数派が勝手に決めた判断基準によって否定され、弾圧される現状だった。クジラ以外の案件では、国際社会においてマイノリティへの弾圧が起きれば、人権問題として大問題になるからな。今後とも日本は、捕鯨問題が国際的な問題になる場合には、この人権問題をもっと明確に発信すべきだね。それに、日本は IWC を脱退したとはいえ、海洋生物資源の適切な管理に、国際的に協力していくという考え方は変わらない。日本は北太平洋や南極海などで、捕鯨を行わない、目視調査を実施していて、これらの調査によって得られたデータを、適切に IWC へ提供しているんだ。素晴らしい取り組みだわ。このような日本による貢献と協力に対しては、IWC 科学委員会から謝意が示されているほどだ。オブザーバーとして参加するなど、これからも国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく、鯨類資源の持続可能な管理に貢献していくだろう。それは間違いないわ。また、日本のクジラとゆかりの深い地域では、魅力を伝えるための取り組みが続いている。江戸時代から出島に鯨肉の高級部位が出回り、今も消費量が多い長崎市は、11月をクジラ月間と定め、2008年から長崎こんじゃくクジラ料理フェアを開催。というのも、かつて日本人がよく口にしていた、鯨肉の消費量低迷が続いているからな。へえ、日本の取り組みが、いつか世界で認められるといいわね。そうなる日もきっと近いはずだ。みんなは世界の捕鯨問題についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。